錦鯉の長谷川雅紀です。占い師の大石です。はい、どうもなんだ今のは。さあ本日は、初心者からのスタート人相占い基礎講座その5、はい、5回目になりました。はい、人相占い、そうですね、はい。で、ずっと今まで実は耳の話やってたんですね。そうですね、こういう形はどうだよということをやっていました、はい。で、実は人相ってとっても奥が深いから、はい、もう耳を丹念にやっていくと、これだけで1年以上かかる可能性があるから耳だけで、そう、耳だけしか見られないぞっていうのもまさにイヤーじゃないですか1年ドヤ顔したいわはい、そうだよ、イヤーね。ね、面白い。なるほど面白い。面白いって言わないでくださいよ人の話の腰を揉むないや、揉んだわけだよ。はい、でね、はい、人相っていうと、だから目とか鼻とかね、こう写真に撮ったようなもので判断するってイメージがありますけれども、ね、うん、でもね、はい、もちろんそれも人相ですが、はい、人相、人の姿形って言ってるわけだから、はい、静止画像とは言ってないわけで、動いてもいいわけなんですよ。でむしろ動きの中にその人の個性っていうのは出てくると。動き、うん、へ、まあ、単純に言っちゃえばまさしく癖ですよね。癖ってその人が現れるわけですよ、はいはいはい。でそれ以外でも要するに写真だと大していい男じゃないんだけども、はい、実際の表情を見るとすごい爽やかな人とかね、うん、印象のいい人とかいるじゃないですか。ああ、でも芸能人とかでね、生で見た方がかっこいいとかって聞きますもんね。だから動きの中にむしろその人の運勢が現れるわけなんですよ。へで、だから実は人相の中に、はい、体の外の6つの相、体外6相っていう言葉があって、はい、それは顔とかじゃなくて、例えば歩き方っていう相が1つありますと、はい、歩相っていう歩きの相っていうのがあると、はい、で座り方も相があるみたいに、うん、6種類ぐらいの動作の相ってあるわけなんですよ。人それぞれ違うと、そう、座り方1つにしてもで、やっぱり運のいいのと悪いのがあるわけですね。で、その中でちょっとまあ面白いものとしてですね、はいはいはい、喋ってる時に顔にこう手が行く人がいるんですよ、ね、なんかちょっとこう頭かいてみたりとか、はいはい、おでこ触ってみたりとか顎を触ってみたりとかあるじゃないですか、はいはい、で、あれって原則としてあんまりね顔に触るもんじゃないんですよ。あんまり良くないの？良くはないんです。で、ちょっといくつかありますが、はい、例えば額に手が行く人、はい、なんか喋ってる途中でこうおでこ撫でたりする人いるわけですよね、うんうん、で、人相だと語呂合わせみたいだけど、はい、目から上の部分って目上を表すんですよ、はい、本当に。だから目上と揉めてたりするときってなんとなくこう額こう撫でたりする人が多いんですよ。ああ、なるほどね。特に下から上にこういうふうにこう撫で上げるような場合っていうのは、はい、これ下克上を狙ってる時の人がよくやる手なんですよね。そうなんですか。だから上司どうにかしてやろうとか思うとこういうふうに手がいったりするわけなんですよ。で、そうでね、撫でる、額撫でるのって実はあんまりだからいいことではないんです。で、面白いのは撫でるのと書くのは違うんですね、はい、で、額は撫でるものではなくて書くものなんです。書くと運が良くなる。そうなんですか、うん、ね、これから運が開ける人って大体無意識におでこカリカリ書いてるんですよ。そうなんですか。で、左手で書いた時はすぐ叶います。右手で書くと2度3度プッシュしてやっと叶う時は右手で書きます。じゃあ左で書いた方がいいってことですよね。まあ無意識にやるからなんだけれども。ああ、そうか、意識しちゃダメだって。でもね、でも験担ぎだったらちょっと左手でコリコリ書いてると願い事叶いやすくなりますよ。本当ですか。そう、ちょっとお試しあれ。面白い。本来は無意識にやってしまう動作が運を表してるんだけれども、意識しちゃダメなんだ。まあでもそれでもやらないよりは形同じだからね。で、とにかく撫でるのと書くのは大違いです。撫でるのは運が悪い証拠です。じゃあ自分はもうこれね、聞いちゃって分かってるから、人と話して人の動作見てて、そう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 、なんかその分かんない人無意識にそうにやったら、だからね、あんまりよく知らない人と喋ってて、はい、喋ってる途中にやたらこうおでことか触って撫でてたりすると、うん、なんかうるさい上司いるとか嫌な上司いるとかって聞くと大体いるんです。あ、上司と揉めてませんかみたいな感じになるわけですよ。へえ、面白いですね。そう、人の動き見たらね。そう、これも人相の一つですから。おお、面白い。面白いでしょ。割と使えますので。先生、面白いの知ってますね面白いですね。さ、趣味で占いやるんだよね趣味だったプロでしょ。プロです。なるほど、ありがとうございます。じゃあまた明日も続き、はい、続きをぜひ、はい、明日もまた見てください。